はいどうも、妖怪チップニプニ、今回もやっていきます。今回ね、妖魔人イベントですね。どっちかっていうとシャドウサイドに近いのかな。はい、シンクもいるから、まあ、フォーエバーフレンズでもあるんだけど、はい、でね、こんな感じである通りマップの横取りですので、まあね、はい、マップを期間限定イベントなんでね、はい、31日までなんでね、はい、ちょっとやっていきましょう。お宝はこんな感じなのと、まあ今回ね、期間限定ということで、こういうね、会話とかね、コメント、あとはね、レア妖怪とかね、あとボスのところもね、会話集があるので、まあその辺ね、全部見ていければなと思います。ちなみに一応前回はね、妖1グランプリ、私久々に初めてかな、あのイベントスルーしたんですけど、はい、まあただ7まではね特攻なしでいけた感じですね。またあるんかね、あの妖1グランプリね。一応ベゼルぐらいはゲットしましたね。はい、じゃあ今回のイベントは頑張っていきましょう。はい、そしたら最初のボス戦いきましょう。お、寿司系ですね。寿司地場です。寿司テンプラ。そうか、今回は寿司天ぷら系で、天ぷらそばさん、天ぷらこまさんか。6500。あれ、コンボだったっけ。寿司島懐かしいな。なんだっけ、妖気の頃だっけ、妖怪ウォッチ3ぐらいだっけ。2寿司天ぷら。え、7いかなかった。はい、でもね、ワイポイントはどんぐらいいけるんでしょうか。20いけたらいいね。お、これスノラビかな。なんかすごく美味しそうな匂いということで、お前何者、見るからに怪しい、名乗らないと食べさせてもらえないシステム。バニーミントの方か、なるほど、これで食べさせてもらえるっていうことでね。はい、フュージョンウォッチを使ってということで、そう、くぐつかしちゃダメだということでね。こっちにも美味しそうなものがということで、夏目天ぷらの匂い、食の亡者として出てるのか。なるほどね。そういえばワルノリンもそうだもんな。そっち系の寿司天ぷら系妖怪がなってるのか。はい、じゃあこのマップもやっていきましょう。食い逃げか。天ぷらのマップかな。隠しステージもあって、舞ちゃん、舞ちゃんどうしたのよ。健太くんじゃないのか、これは。なんとなく名前からして。ボスあるね、隠しステージもあります。さあ、じゃあこのマップも行ってきます。はい、ステージ22なんですけど、レア妖怪ね、出てきてて、おそらくね、このサニーレタスさんなんだけど、これがレア妖怪ですね。あ、まあでもまああんまりいない妖怪さんなのか。ちょっともうちょっとしてくれよって感じはあるけど、まああんまり持ってない妖怪なのかな。こんな感じでございますね。多分ね、サブアカとか持ってないかもな。なんで一応確かにレア妖怪かもしれない。ワカメスターだっけ、 C ランクポカポカって、なんかそんな気もするけど。あ、最後ダグには打ったかったな、失敗しました。はい、ということでレア妖怪はもちろんピキン、サニーレタスさんでした。残念。はい、まあちょっとね、他のステージとかは確認してないんですが、ステージ22でね、サニーレタスさんが出ました。はい、こんな感じで。はい、そしたらね、団地の方のボス行きましょう。やっぱりね、てんこまさんでした。寿司地場、彼ら隠しステージでもいいと思うんだけどな。レア妖怪かな。さあ、天ぷらこまさんね、てんこまか。あっという間にさよならだけど。はい、という感じです。
今回どうだろうな、隠しステージの方がワイポイント稼ぎやすいのかな。バーニーミントだろうな、隠しステージ。はい、というわけでてんこまさんのところ星は荒削りだがクリアしていきました。はい、そしたら影村インはすぐそこですが、いつもと様子が、美味しそうな天ぷらようやく見つけたわということで、バニーミント、あれ、いたたたたた、お腹が痛い。相手が弱ってる隙に影村インに逃げ込む。博士、フュージョンウォッチを使わせてください。なんでなんかしないけど、普通にウォッチ、トーマー、不動明を使えばいいんじゃないの。アキノリもなんか、なんだっけ、アニマス使ってねえ、それでいいんじゃないのって思っちゃうけどね。はい、あ、夏目がいた、夏目がいましたね。じゃあこのマップもやっていきましょう。なぜフュージョンウォッチを使う必要があるんだが、いまいちわからん。下町新君、ボスが珍しく2体いますね。じゃあやっていきましょう。特にないね。あれ、ああ、そういうことか。病院ではお静かに。キズナースか、へえ、ちょっとやってみちゃいましょうか。キズナースがマップにいるの初めてかな。ドクター影村いいのかな。キズナース B ランクだったんだ。はい、キズナース突破。ごめんよ、何の罪もないのに。ピキンとはなんなかったけど、はい、キズナース突破しました。ドクター影村いいのかな。まだ14ポイント、もうちょいってほしい。はい、ということでバニートの揚力で操られて、そりゃそうだな、院長も操られてそうということで、どっかで院長がいそうですね。はい、じゃあ進めていきましょう。はい、笛がね、15ポイントまでになったな。ということでお宝がボンとね揃いました。割とねストレートにいきましたかね。ということで、ああ、これ持ってる義経か。はい、義経をゲットしました。そうなんだ、確かになんか見たことあるようなないような。はい、ただ一応これでね次が、はい、ダブルスキルになるんで、え、じゃあお松も持ってるやつかな。はい、なるほど、そういうパターンですか。はい、そしたら最後のボス戦2連戦いきましょう。下町新くんがいて、これは委員長がいるのかな、やっぱりいました。ということでケイタとフミちゃんが無事回収できたかな。破れかぶれ院長は暴走開発だけじゃなくてクグツカとかなり金妖怪じゃないですかね。院長の後にリアルボス、次はバニー院長かな。じゃあ院長でも重要だよな、妖怪ウォッチワールドでもメダルウォーズでもね、院長かなりね、序盤の重要な役割で出てきて、妖怪三国志でもね何回も出てきましたね。しかも結構コラボとかの時に出てんだよな、異世界の妖怪とか来るって感じで、コラボ系でね三国志では来ましたね。スコアタンの時来たな。はい、そしたらボスいきましょう。やっぱりバニーミントになって、ちょ、バニーイートか、イートってのは空からイートなのかな。ということで不動魔秋のテラスだけど空具使いしちゃった、残念。特に秋のりがすごいフォルムですね。頑張れ。ってことは次はシンくんが空具使いしちゃうのかなっていう感じですよね。さあバニーイートいきましょう。キラチャラと似たようなキャラですね。そう思うと誰がいいかな。次はあれか、
29年、あの恐竜妖怪とかもそうだよね。あのなんだっけ恐竜妖怪としか出てこない。あとなんだろうな、テンペストプライド軍団だよね。ドクター影村とかだよね、まさにね。あのゼロ博士とかあの辺なのか、そういうことだよね。なんだっけあの恐竜妖怪これがくぐつか、怖いくらい力がみなぎってくる。悪の妖鉢の戦いが続く中、くぐつかという新たな問題に直面したケイタたち、このピンチをどう打開していくのかということでね。はい、隠されたルートが解放されました。達成、ステージ45クリアで裏ルート解放です。さあじゃあ行きましょう。続きとやらがこちらね、はい、実験がやってますね。バニーと、あそこ一応これでこのイベントの会話としては終わりかな。はい、で結構いるね今回、すごいね。結構ヨーマジイベントって簡単なイメージがねあるんですけど、封印6つもあるんだ。あ、まあ封印は一緒か。あ、やっぱドクター影村とかあれだな。なんだっけね。じゃあ一応一通り見て終わりにしましょう。あ、まさかアライマショーが出てくるとはね。アライマショー SSS で、ここがモテアマス。なるほど。そしてキズナースで、こっからヨシネとか、ああドクター影村か。なんか前も影村この辺のペースじゃなかったっけな。そして院長か。なるほどね、院長をプニプニ化するとなんかハゲ親父みたいな感じになってますね。はい、じゃあこんな感じにしましょうかね。今回は隠し最後の裏マップがね5体もいるんですけど、なんとかね、なんか多分ヨマジイベントっていつもこの辺簡単にしてくれてるんで、はい、それに期待したいかなと思います。野妖怪はサニーレタスさんでしたね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。なるほど、まあでも横取りイベントね、のんびりゆったりしっかり頑張っていきましょう。最後は難しいかによるけどね。はい、すいません、またお会いしましょう。さようなら。